皆さん、はじめまして、こんにちは、よりこです。こんにちは。今日は、すごい、勝松先生のお話を聞いて、すごい勉強に、なりました。で、この後、私の、オリジナルの曲、カバー曲を踏まえてお話を交えながら、お伝えしていきたいと思いますので、楽しく、過ごしていってください。よろしくお願いします。初めましての方も多いと思うんですけども、私はシンガーソングライター、自分で曲と歌詞を作って、ピアノを弾きながら歌っています。デビューはメジャーデビューの時は17歳だったんですけども、まずその時に、歌ったデビュー曲の「本当はね」という曲をお届けしたいと思います。聴いてください。最後の夜、長くて短かったような、家に帰った後、いろんなこと思い出してた。また少し涙あふれてきた。本当はね、君に伝えたいことがあったけど、言葉にできなくて。時の中、新しい生活にも慣れて、そんな頃道端で偶然君に出会った。私より背が伸びたかな、ずっと会ってなかったから、少し大人びて見えた、
しいからじゃねって歩き出す。ありがとうございます、本当はねを聞いていただきました。この曲は、私が、初めて、作った歌の曲で16歳の時に作りました。今は29歳です。ちょっと童顔なのでよく若く見られて、いまだにおまわりさんに補導されるんですけど一体いつになったら補導されなくなるのかなと思いながら元気で過ごしています。そして、私は2歳から5歳まで卵巣腫瘍でした。で、12歳まで外来に通って治療していました。で、それは治ったのですが、22歳の時にもう一度卵巣腫瘍を経験しました。小さい時も卵巣がんだったんですけども、2回目の時は悪性ではなくて良性だったので、手術をしてちょっと入院をして、ちょっと活動休止をして、そしてまた復帰しました。今日はその病気からいろんなことを教わったり感じたことは後でお話ししていこうと思います。そして私の、作る曲はそういう曖昧まで感じたことを歌にしていることがすごく多いので、いろんな思いがすごい詰まっている曲たちが多いです。そして、次に聴いていただく曲なんですけども、私がメジャーデビューをした時、21歳の時メジャーデビューをしたんですけど、その時に歌った、それでいいのですかというちょっと辛口の応援ソングがあります。これを、皆さんにお届けしたいと思います。聴いてください。でぶつかれないならやめちまえよ。そんな中途半端な人間、あんたのプライドこの斧で打ち壊してやる。それはすでにただのわがまま、口だけ達者でまるで博識があると見せかけ、自分ではまだ靴下さえちゃんと履けない。それでいいのかい、ちゃんと自問自答してくれ。それでいいのですか、あんただって気がついてる。それでいい
けない、これがその無様な結果、あそこで嘆くのかい、なら一生負けちまえ。不都合、不条理、理不尽、ふのつくことをなぜか極めようとしている。本当はまっとうなことしたい、でもできないことを周りのせいにしてやり過ごす。相手と喧嘩をすることが大事だとか言ってる、あんたが一番本音で喧嘩してないじゃん。それでいいのかい、物事から逃げるより、それでいいのですか、自分から逃げるなよ。それでいいわけない、これがその全ての結果、あそこで人のせいに、最低な人ですね。どれだけ自分が周りに支えられてるか、どれだけ自分が相手を裏切っていたか、どれだけ自分が周りに影響をしてるか、どれだけ自分が相手を認めていたか。どんな相手でも見くびれば、その時点で自分の負けなんだよ。いつでも相手を自分の姿と思って認めよう。私はあなたに何度でも尋ねていきます。それでいいのかい、ちゃんと自問自答してくれ。それでいいのですか、あんただって嫌気がさしてる。それでいいわけない、これがその無様な結果、あそこから飛び降りる機会、どうぞ誰も止めないから。物事から逃げるより、自分から逃げるなよ。気がついたならすぐやり直せ、何度でも弱さも汚さも受け入れて丸々愛せよ。自分を変えるのは私じゃない、あんた自身さ。すぐどうすればいいって聞くの一回やめなよ。そんなの自分自身で考えろよ、最後まで時間がかかっても正しい答えを出せよ。自分の勝手で答えを選ぶなよ。もう諦めるのかい、それとも立ち向かうのかい。殴られたっていいじゃん、何がかっこ悪いの。もっと自分自身を信じろよ、恥かいたって。それが本命なら、それこそがかっこいい。それでいいのですか、ありがとうございます。それでいいのですか、聞いていただきました。ちょっとピアノを上げてもらってもいいですか。そしてこの曲でメジャーデビューをして、いろんな場所で歌うようになって、たくさんの人に支えられて、活動を始めました。でこの、2枚目のアルバムを出した時に伴奏しようにまた、なったんですけど、その時にどんどんお腹が大きくなっていって、最終的に3000グラム入ってました。まあ、赤ちゃん本当に妊娠しているようなぐらいお腹が大きくなっちゃって、で最初太ったのかなって私は思い、なんとそこでロデオボーイに乗っていたんですね、私は。これで運動したやつ、でもお腹だけ大きいしおかしいなと思ってたら、どんどん体調が悪くなっていって。でお姉ちゃんからロデオボーイに乗ってる場合じゃないぞって言われて、そして、まあ、病院に行ったら、もうこれはもう今すぐ手術をしないとダメですって。でツアー、全国ツアーがあったんですけど、
一応先生に全国ツアーがあって手術ちょっと遅らせることはできないでしょうか。無理ですって言われて、そしてもうすぐに入院してすぐ手術をして、なんとか元気になったんですけど、その時すごく改めて病院に入院していろんなことを思い出しました。私が小さい時、でも20、今から何年前なんですけど、その時ってあんまり小児がんって助からなかったので、私の友達はもうほとんど亡くなってしまったんですね。なんかその時のこともいろんなことを思い出していました。で、歌っている時にいつもなんとなくこう歌い続けてねっていう声がいつも心のどっかで聞こえてて、あ、それってこう友達たちだったのかなとか思いながら歌ってます。で、その私が小さい時にすっごくディズニー音楽を聴いて育ったんですけども、思い出の曲が、あって、今日はその曲も、カバー曲なんですけど、お届けしたいと思います。ちなみに皆さん、ディズニーの曲は、ディズニー好きだという人、あ、こっちの方が多いね。こっちの方はあれだけど、後ろの人も前の人も、まあ、2階席はないですけど、2階席があると思ってこの曲は楽しんでほしいと思います。リトルマーメイドの人魚姫のお話ですね。リトルマーメイドの、アリエルが陸の王子様に恋をして、あの世界へ行きたいと恋焦がれて歌っている歌です。なので皆さん、ぜひ女性の方はアリエル人魚姫になった気分で、男性の方は王子様になった気分で、もしくは海に漂う海藻、そんな気分で聴いてください。それではお届けします。パーティブワールド。Look at this stuff. Isn't it neat? Wouldn't you think my collection's complete? Wouldn't you think I'm the girl? The girl who has everything?Look at this drop, treasures in tow. How many wonders can one cavern hold? Looking around you, you think she's got everything. I've got gadgets and gizmos and plenty. I've got hoots and wanted galore. You wanna think I'm a whoops? I've got 20. But who cares?No big deal. I want more. I wanna be where people are. Wanna see how I'm dancing, walking around the those, what do you call them? Oh, feet.Living your fence and don't get too far. Legs required for jumping and dancing, strolling along the. What's the word again? Straight. Up where they walk, up where they run, up where they stay all day in the sun. Wandering free, wish I could be part of that world. What would I give?If I could live upon these waters, what would I pay to spend a day or more in sand? Children, they understand that they don't reprimand their daughters. Women, ready to stand Need to know what people know. Ask my question to get some answers. What's the fire and why does it? What's the word? But when it's my turn, wouldn't I love to explode and show up
ありがとうございます、パート・オブ・ア・ワールド聴いていただきました。私はもう本当にディズニーの曲をすごい聴いて、入院していた時ちょうどファミコンが発売された時なんですけど、マリオをよく男の子がやっていて、そのゲームミュージックとこのディズニーの曲を聴いて、あの小児病棟のラウンジにすごいボロボロのオルガンが置いてあったんですけど、それを弾いてよく遊んでいました。あんまりね、遊べることが限られてくるので、点滴もしてるし、で私は両手を使いたかったので、足にあのどんどん血管も潰れていくんですね。今みたいにカテーテルがなかったんで、どんどん潰れていって、今もすごいいっぱいいろんな跡があるんですけど、足に刺してもらって両手を使えるようにしてたんですけど、ものすごい足に刺すのが痛くて、毎回すごい格闘しながら治療してました。でも本人はもう2歳って物心つく前からのあの話なので、気がついたらそれがもう当たり前の生活になっていたので、本当に私はその苦しいだったり辛いというのはあんまり思わなかったですね。でも後から大人になっていて、家族はすっごく苦しかったし辛かったっていうのを分かった時にちょっと切なかったですね。そして、2回目の病気をした時に退院した後、本当にたくさんの応援メッセージが集まってました。全国各地からいっぱいいっぱい集まってて、それを見てたらすごいもう涙が出てきて、あ、今までなんて独りよがりに生きて歌ってたんだろうって、そこですごく反省しました。で今日からは、私はもう自分のためにも十分あの時間を使ったから、今日から人のために生きていく時間に変わるんだって、そういうことを病気が教えてくれたんだなと思って、でその時にあのホームパーティーを開いて友達を呼んであのパーティーしたんですけど、その時に友達に対する印象もすごい変わって、今まで当たり前にいつでも遊びに行こうみたいな感じで遊んでたんですけど、なんてかけがえのない存在だったんだってその時に気がついて、あ、この気持ちを歌にしようと思って作ったのが次に聴いてもらうホームパーティーという曲です。この曲はあのなので一人では完成しないので、皆さんラララで歌ってもらう部分があります。ぜひ今日一緒にそれを歌ってほしいなと思います。せっかくこんな素敵な空間なので、あのおのずとね、ここだなっていうのが分かると思うので、そこに差し掛かったら一緒に歌ってほしいです。ではちょっとだけピアノだけ上げてもらって、では、ホームパーティー、ぜひお友達や家族を思い浮かべて聞いてください。一人また一人、いつも明るい笑顔、シャンパンビールウィルキーソンの辛いジンジャーエール持ってキッチンでは男たち野菜の皮剥いてたり、オーブンを睨んでたり、女たちはお皿を飾りつけてる、音楽をかけよう、テレビはつけないで、歌おう、グラス流して朝まで笑って踊ろう、足踏み鳴らして朝まで騒ごう、この夜をこの瞬間を一緒に過ごす仲間たちがいることに感謝して温かいテーブルの上、たくさんの料理囲んで
スに注がれた泡が弾けてく、キラキラ星のように音楽を鳴らそう。メールは見ないで、私を温めてくれるこの夜をこの瞬間を一緒に過ごす仲間たちがいることに感謝して、合唱団の皆さん、今私が歌ったこのララ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 、このラララを一緒に歌ってほしいです。ちなみに人はあのラリルレロのラが一番ハッピーになる言葉だそうです。人はこう幸せだとなんだか知らないけどラララで歌いたくなる、そういう現象があるように、なんか歌うとラを歌うとハッピーになるそうなので、ハッピー細胞をいっぱい出していきましょう。ではなんとなく声を出してみてください。音楽を鳴らそう、声が小さい、歌を歌おう、ララ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 、だんだんそのはにかんでる感じも可愛い。音楽を鳴らそう、ララ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 、歌を歌おう、この瞬間を一緒に過
一人それぞれ帰ってく温かい音と匂い優しい空気に包まれて私は素敵な歌声ありがとうございました。スタッフの皆さんもありがとうございます。先生もありがとうございました。先生はなんとあのギターを弾きながら弾き語りするそうなので今度一緒にライブしましょうって楽屋で話したんです。もうすごい良さそうですよね。で私の知り合いのお医者さんたちって結構みんな音楽やってる人が多くて先生たちと一緒になんか先生フィーチャリングよりこでコンピレーションアルバム出したいなってさっき思ったんですけどどうですかね。面白そうじゃないですか。おこれは来年いけるかな。そうなったらよろしくお願いします。さあ早いもので最後の曲になりましたが最後の曲をお届けする前にお話をしてからお届けしたいと思います。最後のこの曲なんですけど、愛という曲をお届けします。この曲が、すごく今日一番お伝えしたい曲なんですけど2回目の病気をして退院して病気から教わったことというのはたくさんあるんですけど大きく分けて2つのことを教わりました。1つはどれだけたくさんの人に支えられて生きているか、あと1分1秒本当に切な的ででもすごい大切にしたくて、あともう一つはお母さんの存在家族の存在をすごく教えられました。私は、小さい時から病気がんだったのですごく自分にとってはとてもナチュラルなことだったんですね。責めるものも何もなくそこを辛いと思う気持ちもなくただただそういう自分と接してたんですけどお母さんはすごく自分のことを責めていたことが2回目の病気で分かってやっぱりねママが産んだから自分がいけないんじゃないかってお母さんは言いました。でもそうじゃないよっていう話をしました。でそれは何でかっていうと私はこうやって歌を歌う人として生まれてきて役目があって使命があって歌ってると思うんですね。で私の歌は生きるをテーマにした歌がすごく多いんですね。でそれは神様があなたはねがんっていう病気をして人一倍生きるを学んでそれを曲にしなさいとなんか勉強しなさいって言ってるような気がしててそれで自分で私は病気を選んで生まれてきたと思ってたんですね。だからお母さんのせいじゃないないよっていう話をしました。だけど病気ってやっぱりすごく一人では乗り越えられなくて一緒にこう支えてくれたり見守ってくれたりする人が必要なんですね。でその時に私はその一番のパートナーがお母さんだったわけなんですけど生まれてくる前にここにこう神様みたいな人がいたとします。でこの人が私にあなたこれから生まれてきますけどお母さんは誰がいいですかってこうブワーッと見せられたような気がするんですね。で私は絶対この人がいいと思った人がいてそれが今のお母さんです。でお母さんを選んで生まれてきてこの人とだったら絶対一緒に歩いて行ってくれるし私がこの人のことを守りたいなと思って今日までこの場に立って元気で生きて歌ってます。そんな特別な絆で結ばれたパートナーのことを歌にしたいなと思って作ったのが次の愛という曲です。ぜひ今日お届けしたくて用意してきました。聴いてください。
皆さん今日はありがとうございました。この後はぜひサイン握手会を向こうの方でするので、ぜひ顔を見に来てください。今日は本当にありがとうございました。よりこでした。
ゆりこさん、どうもありがとうございました。どうぞ大きな拍手を皆様お送りいただけますでしょうか。